アーンドラプラデーシュ州の県区分。本県は最南部。チットゥール県は、インド南部のアーンドラプラデーシュ州に属する県の一つ。県庁所在地はチットゥール。ティルパティのベンカティシュバラ寺院をはじめとする、著名なヒンドゥー教寺院を数多く要する。2001年の国勢調査では、 面積15,359平方キロメートル、人口374万5,875人で、ある。アーンドラ・プラデーシュ州の最南部に位置する。北東は、ネルール県、北は、カダパ県、北西は、アナンタプラム県、西は、カルナータカ州コーラル県、南は、タミル・ナード州のクリシュナ・ギリ県、ベールール県、および、ティルバルール県に接する。 イギリス領インド帝国マドラスカンク時代から存在する。1947年のインド独立と同時に成立したマドラス州に所属後、1953年のアーンドラプラデーシュ州の分離独立とともに同州に帰属した。住民の主な日曜言語はテルグ語とタミル語である。ティルパティは政霊指定都市ティルパティ市となっている。また、 以下の軍が設置されている。ありがとうございます。